算数理工学の授業を始めていきます。今回から遺産代数というものの話になりまして、これ一気に3回やっていこうと思うんですけども、今日は整数と有限大という話をします。それでですね、中身なんですけども、この整数の常用についてですね、いろんなこと考えていきたいと思います。まあ、皆さんもしかしたらこう知識としては知ってることかもしれませんけども、証明も行っていくという形で、ちゃんと理論を作っていくという形にしたいと思います。でですね、まあ、有限体という、用語があるんですけども、そこにおいてですね、この素数というものが果たす役割っていうのを理解してほしいというふうに思っているというのが一つ、今日の目標にもなります。ではやっていきましょう。じゃまずですね、その整数の常用って何なのかということを話していきます。まあ、今後ですね、この整数全体の集合、この Z という記号で表していきます。だから、まあ、Z と言ったら、これ無限集合ですけども、まあ、正の整数も含むし、負の整数も含むし、0も含んでいるというようなものになっていると思ってください。で、この Z っていう集合はですね、重要な性質があって、加法、減法、乗法で閉じている。閉じているとどういうところかっていうと、この任意の整数 A と B に対して、A プラス B とか A マイナス B とか AP っていう、その和とか差とか積、その加法の結果、加法っていうのは加算の結果、減算の結果、乗算の結果というのを整数であるということですね。で、こういう性質も満たしてるんですけども、これですね、除算、割り算、除法。割り算をするとですね、それ整数じゃなくなる可能性があるわけです。例えば、1割る2ってあると、これは、2分の1ですけども、これは、整数ではないということになるわけですね。で、まあ、定義されないこともある。まあ、例えば、その、1割る0。これ定義されない。で、まあ、そういうこともあるので、実はこの割り算とか除算っていうのは、いろんなところでですね、トラブルを生む、根源になったりしています。で、こういうものはちょっと、扱いにくいわけです。ですが、一応ですね、この、だから、除法の定理と呼ばれているものが整数にはあります。で、これ紹介するんですが、何かっていうと、今、A と B は整数なんだけども、B は0よりも大きいとしますが、正の整数ですね。で、その時に、ある整数 Q と R というのが1位に存在して、次を満たすと。この2つを満たす。で、A イコール BQ プラス R で、R は0以上 B 以下。で、こういう整数 Q と R が1位に存在する。だから、まあ、存在するんだけど、1位にっていうのは、ただ1つしか存在しない。この二つを満たすような Q と R っていうのはただ一つしかありませんよというふうに言っています。で、まあ一応まず例から見ますけど、A が7と3、A が7、B が3の時ですね。そうすると7は 3×2 プラス1とこう表せるわけです。だからこの時には、この Q が2、R が1になるわけです。ですね。これは Q、R が1と。で、別の例がありますね、次。A が4、B が9の場合、この時にも、ですね。4イコール9かける0プラス4と、こういう形が来た。この場合は、この0と4ですね。ここですね。9が0で R が4と、こういう形になっているというわけです。ですね。で、別の例ですね。これ、A は、負でもいいんですけども、A がマイナス17、B が4の時、で、マイナス17は、マイナス、4かけるマイナス5プラス3と、こういう形になると。ね。で、これが、この場合は9がマイナス5で、R が3と、こういう形になると。こういうことですね。で、まあ、こういう事実、皆さん、知ってると思うんですけども、一応、演習問題で、ちょっと、ヒント導入、ヒントというか、誘導つけながら、まあ、これ証明してもらうという形でやろうと思います。で、これは、皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、一応、ここで述べておくと。まあ、ご存知なかったら、ここで学んでくださいということになります。でですね、このような時の、この Q と R っていうのが、もう1位にあるので、この Q と R のこと、Q は A を B で割ったときの小、R は B、A を B で割ったときの余りとか剰余、剰余と呼ぶという、これ用語ですね。というふうに言います。だからこれはその A と B を定めれば、一つに決まるので、その小とか剰余とかって言ったら、それも一つに決まった整数になるというふうに思ってください。で、ここに、これも記号なんですけども、この R、この A を B で割った余り、剰余のことを A mod B という記号で表します。
これ、二項演算ですね。モッドっていうのがね。だから A、モッド B。だから、前までですね。前というか、ユークリッドのアルゴリズムっていうのを第2回かな第3回かなでやってましたけども、プログラムの中では、なんか A、パーセント B とかで書くこともありますけども、で、このパーセントっていうのは二項演算になってるわけですけども、まあ、数学ではこれモッドと書くと。まあ、数学でこのパーセントと書くことはあんまりない。と思ってください。だから、この授業でもモッドと書いていきます。で、このモッドは、二項演算だと思ってくださいということです。はい。で、それで、そう思って、この上の式ですね。これを書き換えると、これは、A と B が決まったら、ある Q っていう整数が1に存在して、A イコール BQ プラス A モッド B ですね。この R の部分が A モッド B と。これを私書けるというふうに思ってください。だから A モッド B っていうのは、こういうもんだというふうに思ってほしいわけです。で、A mod B ですね。これ R ですから、この A mod B っていうのは0以上 B 未満の整数であると。とですね。ちょっと書いておきましょうかね。重要なので。A mod B は0以上 B 未満の整数。未満ってことだからそれに満たないことですね。だから B は含みません。の整数。ですね。になります。で、これ今後使っていくと。で、まあ、これがその割り算。だから、その A 割る B とかっていうのは、整数をさ、世界の中ではできないんだけども、その代わりになんかこういうその、小とか乗与っていうのを考えることで、いろんないいことをやっていきましょうっていうことを、今日考えていきます。いいことやっていきましょうって。で、まあ、ちょっとその、今、モッドっていうその二項演算を導入したので、ちょっとその性質を見ていきましょうと。まず一つ目。まあ、これは当たり前のことを今日言わないかもしれませんけども、今やっていく。乗与の乗与は乗与です。何を言ってるのか。先ほどと同じ、前提の音で、A モッド B と A モッド B のモッド B は等しいです。何言ってるのかという形ですけども、まあ、これ等しい。だからその、A モッド B っていうのはこの何回取ってもですね、まあ、だからモッド B ですね。モッド B って同じものを二度取っても変わりませんよということです。で、これなんで正しいのかということを考えると。でそうすると、まず、A mod B、でこれ整数ですから、A mod B を B で割った余りを考えましょう。でそれが A mod B mod B なわけです。ね、だから、先ほどの除法の定理から、ある整数 Q' っていうのがあって、A mod B っていうのは BQ' プラス A mod B mod B と書けるわけです。ですね、A mod B を B で割った余りが A mod B mod B です。ですね、でその小が Q'、ね。そう書けるわけです。なんかある整数 Q' を用いて。ですね、でそうすると、今、この式見てもらうんですけども、ちょっと下に書きますけども、この式ですね。で、ちょっと、これ、BQ' イコールで私が書き換えましょうと。でそうすると、これは、A モッド B マイナス、A モッド B、ちょっと場所が悪い。ちょっと見すぎましたかね。A モッド B モッド B です。ですかね。で、今ですね、この余りと言ってる、このモッドなんとかって書いてる部分、これは先ほど言った通り、これ B で割った余りですから、0以上 B 以下なんです。どちらも。ですね。ってことは、これは上から大きい方で押さえようとすると、0モッド B は B 未満で、0モッド B モッド B は0以上だからマイナス0以下。だから、だから BQ' っていうのは、B 未満です。ね、一方、これ下から押さえようとすると、だから、だから BQ' は B 未満です。で、同じようにですね、下から押さえようとすると、こんな感じです。この A mod B を小さい方で置き換えると、これ0で、A mod B mod B を小さい方で、大きい方で置き換えると B なので、これマイナス B 以上と。だからこれマイナス B よりも大きいと。BQ' がね。で、こういう形になるわけです。ですか。ってことは、まあ、これ両辺 B でこれは、両辺が、全部これ B の倍数なので、で割ると、Q' っていうのはマイナス1よりも大きくて1よりも小さい整数になります。ですね。ってことは、そのような整数 Q' っていうのは0しかないわけです。ですか。ってことは、ここの部分、これ0です。ここの部分。この部分、これ0です。つまり、A mod B は A mod B mod B と等しいということがわかるということになります。ですね。だから、この結果言えるということになります。よろしいですか。まあ、こんな感じで除法の定理使うというふうにまあ思ってください。はい。で、まあ、それ使って、まあ、この、当然のものを証明しましたということになります。でも、これは、有用というか、有用ですね。有用なので使っていきます。はい。
でですね、次に、またこの、用語の定義なんですけども、二つ、整数 A、A' っていうのがあって、整数 S、N っていうのを考えましょう。で、ここにあります。A と A' が N を法として合同であるって、こういう言葉を定義します。で、それは次を満たすことで、A モッド N と A' モッド N が等しいことです。A を N で割った余りと、A' を N で割った余りが等しいことが、A と A' が N を法として合同であるということの定義です。ですかね。ですか。で、今このモッドなんとかの、右にあるの、先ほどなんか B とかって書いてましたけども、今後の展開の、流れがあるので、ちょっと N というふうに書いてます。整数です。このモッドなんとかの後ろに来るのは、これは必ず整数じゃないといけないと思ってください。で、その前に来るのは別に整数じゃなくても、負の数でも、負の整数でも構わないということになります。はい。で、今、まあ、これ定義なんですけども、このですね、A と A' の N を法として合同であることを、ここに書いてあるような式で書くことがあります。で、ちょっとですね、この授業の構成を自分で考えるときに迷ったんですけど、今後ですね、この記号をあんまり使わないようにしようと思います。この記号すごく便利なんですけども、一方で、なんて言うんだろう。紛らわしいんですよね。で、世の中で、すごくよく、勘違いされるんです。で、勘違いされるんだけども、まあ皆さんが使うかもしれないので、ここでいろいろとちょっと注意を述べておきます。注意をしておきます。まず、まあ、これは何かっていうと、まあ、ここに書いてあると、A と A' が N を法として合同であるってことを示す記号です。記号です。で、これどういうふうに読むのかっていうと、読むというか、これ A と A' があるんですけども、この間になんか記号が、後ろになんか括弧があると。で、これどういう記号かっていうと、この部分が一塊なんですね。この部分が一塊。で、A と A' がこの黄色で囲んだ関係を持ってますよっていう記号です。ですか。で、慣れない人はどう読むかっていうと、まあ、こう書いてあると、どういうふうな塊だと思ってるかっていうと、これと、まあ、A となんか A' モッド N というのがなんか3本線で結ばれてるっていうふうに読んでしまいがちなんですね。で、これは正しくないんです。で、こういう読み方をする人が非常に多いし、そういうふうに間違って解釈とか考えてる人が非常に多い。で、そうじゃない。ということをまず強調しておきたい。もう3本線とこのモッド N の括弧までつけて一つのもので、A と A' が N を法として合同。っていうふうに読んでほしいわけです。だから、この A' カッコモッド N っていうなんか一つのものがあるわけではないので注意をしてください。いいですか？で、もう一つ注意があるのは何かっていうと、例えば、今これカッコがついてるんですけども、このモッド N の周りに。先ほど A モッド B ってこういう書き方しました。で、この時にはこのモッド B っていうのは二項演算ですよっていうふうに言いました。二項演算って何かっていうと、その前と後ろに何か持ってきて、この結果が一つの何か数に定まる。そういうものですね。なんか例えば、なんか3モッド2イコール1とか、なんかこういう形に書けるわけです。一方で、この N を法として合同であるって書いてあるときの、このカッコモッド N っていうのは、これ二項演算ではありません。何度も言うけども、この黄色の部分で一塊なんです。いいですか？だから、ちょっと書きますけども、どうしようかな。間違ったこと書きそうなんで。7、3本線、4、カッコ、モッド、3、合ってるかな。これ正しいんですけども、7と4は3を法として合同なんですけども、この式で、この式に、このいうものを見て、この後ろの部分が4モッド3だから、これイコール1とかって書いてはダメです。なんでかっていうと、この括弧の中に入っているモッド3は、これは二項演算ではないからです。いいですか。だから、このモッド3っていうのは、ここにこれが一塊、こうなんだっていうふうに、まず思ってもらうっていうのが大事で、で、これがややこしいんですね。で、ややこしいんで、紛らわしいんで、ちょっとこの授業ではこの記号、この3本線、モッド N っていうのは使わないようにします。で、使わないことによって、その紛らわしさは
なくなるんですけども、一方で、すべてこの、もっと書いたら、これは二項演算を表すように、もう、限定します。このなんか、カッコつきも出るのは、この授業では使わない。皆さんは使っても構わないんですけども、だから、本当に紛らわしいんで、注意をして使うようにしてください。ですかね。で、この授業で使うモッドは全部、この二項演算としてのモッドしか、なりません。ってことだけをお伝えします。ということで、もう一度定義に戻ると、A と A' が N を法としてコードであるのは、A モッド N と A' モッド N が等しいことになります。N で割ったとき、A と A' の余りが等しいことというふうに定義します。で、これはですね、同値な言い換えがあります。これ、ここで静止と言っています。何かっていうと、A と A' が N を法として合同であるっていうのは、ここに書いてある静止と同じです。何かというと、ある整数 Q が存在して、A-A' が N×Q と書けるということです。で、先ほどはその、何でしたっけ、この、この N を法として合同であること、この定義は A モッド N イコール A プライムモッド N でした。だからこの2つですね、この余りが等しいということと、ここに書いてあるような Q が存在することが同値なんですけども、ちょっとそれを示していきましょう。で、そうすると、まあ、この下の書き方だと、このがモッドっていう記号なくなるので、なんかモッドっていう記号を使わずに、なんか推論とか考えていくときには、この下の方に考えた方、下の方で考えた方が考えやすいということになりますので、これ使っていくということになります。はい。じゃあ、これ証明していきます。じゃあ、これ、同値だって言ってるんで、まず左から見てみましょうと。つまり、まず、A と A' が N を法として合同であると仮定します。つまり、これですね。A モッド N と A' モッド N っていうのが等しいと仮定します。で、その時に、じゃあ、この A と A' に対して除法の定理を使いましょうと。で、そうすると、小ですね。S と S' が存在して、A イコール NS、プラス A モッド N、A プライムイコール NS プライムプラス A プライムモッド N と書けるということになります。先ほどまでこれは Q と書いてたんですけども、ちょっと Q はこの、この性質のステートメント、中身に出てきているので、ちょっと別の文字を使ってます。で、まあ、A と A プライムモッド N に書けるとですね。で、そうすると何がわかるかっていうと、A モッド N と A プライムモッド N は同じなので、A マイナス A プライムっていうのをすると、A から A プライムに行くと、これ A モッド N と A プライムモッド N、これが消えます。つまり、NS マイナス NS プライムだけが残ってくるということになるわけです。で、これは N だけくると、NS マイナス S プライムになるわけですね。ですね。つまり、A マイナス A プライムは N かける S マイナス S プライムになると。で、今 S と S プライムは整数ですから、S マイナス S プライム、これも整数です。ですか。だからこの整数を Q と置けば、この NQ という形で A-A' が書けるということになるわけです。あと、ここ X と Y になって、すみません。ちょっとなんか編集しているうちになんか、これ A-A' が NQ になるという形で、一方向は証明ができました。いいですか。すみません。はじめなんか X と Y でやってたんだけども、ちょっと後の都合で A と A' にしたんですね。すみません。はい。という形になります。で、これで左から右が証明できました。はい。じゃあ、右から左やります。で、流れはっていうか、まずだから、これ仮定しますね。ある整数 Q が存在して、A-A' が NQ と書けると、こう、仮定します。で、先ほどと同じように、除法の定義を使って、A が NS プラス A モッド N、A' が NS プライムプラス A' モッド N と書けるとします。と、書けますですね。そのような S と S' が存在します。そうすると、今度はこの A モッド N マイナス A プライムモッド N を考えましょうと。で、そうすると、今上の式から A モッド N は A マイナス NS です。A プライムモッド N は A プライムマイナス NS プライムです。ですね。で、ちょっと A と A プライムちょっと前に出していきましょう。残っているのはマイナス NS プラス NS プライムです。で、そうすると A マイナス A プライムは NQ で仮定してましたから、それを入れましょう。うん、入れました。で、そうするとここ全部 N を、因数として持ちますから、N でくくると S マイナスプラス、違いますね。S プライムマイナス S プラス Q。ちょっとまあ順番は当然ですけども、まあこんな形になると。で、そうすると、この S マイナス、じゃないです。S プライムマイナス S プラス Q。これ整数です。S も S プライムも Q も整数だから。ですね。で、問題は何かっていうとですね、この、もともと何だったかってことですね。これ A モッド N マイナス A プライムモッド N です。これは先ほどなんか常用の常用は常用であるっていうところの性質を示したときと同じような論法で、この A モッド N は0以上 N 未満、A プライムモッド N も0以上 N 未満なので、これは、N よりも大きい、N、これは、N 未満、N、マイナス N よりも大きいって、こういう形になります。いいですか。そうすると、
まあ、これで、それが N かける何とかと等しいわけです。ってことは何か言えるかっていうと、これ全部 N で割ると、S プライムマイ、あ、これはイコールがあってはいけない。これ重要。S マイナス S プライプラス Q はマイナス1よりも大きくて1よりも小さい。ということになるわけです。で、そういう整数でこれ0しかないわけです。いいですか？ということで、これ0です。これ、この全体、これ0です。ってことは、A モッド N と A プライムモッド N が等しいということになる。ということになります。よろしいですか？だからこれで、つまり、定義から A と A プライムが N の方として合同であるということがわかるということになります。いいでしょうか？はい。で、まあ、ここまでが、その、常用、モッドに関する、合同とかですね、そういう定義もしまして、基礎になります。で、これを使ってですね、いろんなことをしていくんですけども、まずこの合同算術っていうのを、導入します。で、そのためにですね、ここからいろんな抽象化が行われていくんですけども、ですね、いろいろと、定義があってややこしいです。で、順番にやっていきましょうと。まずですね、まず、今後なんか N と出てきたら、それはなんか正の整数だと思ってください。だから3とか5とか84とか、まあ何でもいいんですけど、125とか何でもいいんですけども、正の整数です。で、このように、Z 割る NZ と書いたら、これはですね、0から N-1 までの整数の集合を表すとしてください。で、本来はとか言い出すと、これまた終わらないんですが、本来は、ちょっとこの書き方はあんまりよろしくないんですけども、こういう書き方を想定します。で、気分は、というか本来は、どっちにかいい、ちょっと自分の中でもちょっと立場が定まってないからいけないんですけども、この Z オーバー NZ っていうのは、気分を書くと、整数を N で割ったとき、乗与として、乗与の言葉が書けなかった。乗与として現れうる整数全体の集合だと思ってください。で、それはまあ取りも直さず、0、1、2、点点点、N-1 であるということになるわけです。うん。で、まあ、ここ、今ここに例があります。例えば、N が2の場合、Z 割る 2Z って言ったら、だからまあ2で割ったときに余りとして出てくるのは0と1だけと。Z 割る 5Z と言ったら、これは0、1、2、3、4という形になるわけです。で、この3とか言ったら、それはなんか5で割った余りが3ですよっていうようなことを、この3という数字で表すという気持ちでいてください。だから、そういう意味では、この3っていうのは整数3とは少し違った意味を持ってるんですね、本来は。だから、それをうまく本当は表現したいし、その表現をするための記号を使って、この授業をやろうと思ったんですけども、で、そうするといろんな文献の書き方と違う形になっちゃうので、このような形で書こうと思ってます。で、それは本当に紛らわしいんですね。だからこれはなんかその、本当に頭の中でいろいろと読み替えなくちゃいけなかったりしたり、その抽象化の段階がですね、定まってないと本当にわからなかったりするんですけども、まあこの記号でやっていきます。だからこの Z 割る NZ と言ったら、まずそれは N で割った時に余りで出てくる整数の集合だと思ってください。だから、その一つ一つの要素はですね、なんか余りを表せると思ってほしいというふうになります。で、これでおいてですね、何をするかっていうと、この上にですね、この下方と上方を係数ということを言います。だから今ですね、この X と Y っていうのが、この Z 割る NZ の要素、だからその余りとして出る、N で割った余りとして出てくるのが整数だとします、X と Y が。で、その時に、この X プラス Y とか X かける Y っていうのをこのように定義しますと。何かっていうと、X プラス Y は、X プラス Y モッド N としましょうと。で、X かける Y は、X かける Y モッド N としましょうというふうにする。で、これ、何を言ってるんだか全くわかんない。今、この左辺の X プラス Y で、ちょっとこのプラスとかこのかけるっていうものの色を変えてるんですけども、この色を変えるのはこのスライド上だけで、演習問題があるんですけども、演習問題の方の方向、色変わってませんし、皆さんがもちろん書くときも色変えて書けるわけではないので困っちゃうんですけども、今この左辺に書いてあるのは、この N÷NZ 上の演算として書いてます。で、右辺に書いてあるのは、これは整数の演算として書いてます。なんだろう、だから今なんか、
なんとか左辺イコール右辺っていうのを書いて、で、この左辺を右辺で定義しようっていうふうにしてるんですけども、左辺に書いてるのは、z 割る nz 乗の演算。だと思って書いてます。ですか。で、それを右辺の演算の結果で定義しましょうって言ってるんですけど、右辺の方は整数乗、だから z 乗の演算です。ですか。だから、この z 割る nz 乗の演算を、この右辺で書いてる z 乗の演算で定義しましょうということです。だから、今、この x と y っていうその、なんか余りを表すような整数があるんですけども、その余りを足すと、どういう余りになりますかってことを、この左辺で定義したいんですけども、左辺の記号で書くんですけども、それを右辺のように定義しますと。で、右辺は何かっていうと、これ x と y はその時には整数だと思ってます。で、その整数の、普通の整数の意味での足し算をします、まず。で、それに対して、モッド n を取ると。n で割った余りを取る。ということをすることで、x プラス y っていうものを、この z 割る nz 乗で定義します。で、同じことを掛け算に対してします。で、こういうことをすると。ですかね。だから、何ていうか、だから、気分としては、余りが x になる数、n で割った時の余りが x になる数と y となる数を足した時の余りは何でしょうと言ったら、その余りが x プラス y モッド n になりますよ。っていうことを、まあ、こういう形で言いたいと。で、同じように掛け算もやってると。ですね。だから、今、その、私、口で言ったことが、本当に担保されるかどうかってことは、今、このように定義しただけでは分かんないわけですね。なんで、何言ったかっていうと、n で割った余りが x となる数と、n で割った余りが y となる数を足したとき、それを n で割った余りが、x プラス y モッド n になりますよ。ってことを、証明する必要があるんです。で、それが、ここに書いてあることです。何かっていうと、そうですね。今だから、x っていうのが a モッド n、y っていうのが b モッド n。だから、その a を n で割った余りが x で、b を n で割った余りが y であるときに、この x プラス y モッド n と a プラス b モッド n っていうのが等しくあってほしいわけです。ですか。で、これは、ちゃんと証明しなくちゃいけないことなんで、これをやっていきましょうと。で、そうすると、さっき言った通り、x, y が n を、n で割ったときの余りであるときに、それらを足したものの n で割ったときの余りが、x プラス y モッド n で計算できるということがわかります。ってことを、今さっき言ったことを示すことで確認します。で、それを、書き直すとこうなると。だからさっきの書き方で言うと、この a モッド n と a プライムモッド n が x と y に対応します。うん。で、だからさっきは a と b で書いてきましたけども、この b が今 a プライムに書き換わったと思ってください。で、a プラス a プライムのモッド n が a モッド n プラス a プライムモッド n のモッド n と等しいってことを証明したい。で、これ実際正しいです。で、いろいろとまずあります。で、順番にやってみますね。まず中からやりますね。これは何かっていうと、これ最後にモッド n があって、これややこしいんですけども、これは、気分としては、このモッド n が、この a と a プライムに分配できるってことを言ってるわけです。で分配した結果が a モッド n と a プライムモッド n です。だけども、最後にモッド n をつけなくてはいけません。そうしないと正しくならない。これですよね。だから最後にモッド n がついてないものは、これは正しいとは限りません。ので、これ注意してください。ですかね。ただ、気分は、このモッド n が、モッド n が分配できるってことなんだけども、最後にモッド n つけないといけない。っていうことが、ちょっとややこしいです。で、ちょっと今下に例があるんですけど、ちょっとやってみると、まあ、12345678934343434っていうなんか2つの数があって、これを足して、モッド21したいっていうときには、この等式を使うと、そのままそのモッド21を分配して、このようにしてから、で、絶対にモッド21、こういうふうにつけてもよろしいということになります。ですかね。で、まあ、この分けた方、分配した方が計算しやすいかどうかってことは、まあ、ちょっとわかんないんですけども、まあ、こういうふうにすれば、まあ、この、それぞれの数を21で割った時の
常用が分かっていれば、まあ、これ15と3なんですけども、それを使って、この常用18であるということが分かるという形になります。はい。ではですね、まあ、この性質を証明していきましょうと。で、これはだから、この2つの数が等しいということを、まあ、普通に証明していきます。で、我々使える、もう、ものは、さっきの、なんだっけ、除法の定理と、あとは、これは、なんとかモッド N となんとかモッド N が等しいって言ってるんで、実は先ほどの、N を法として合同であることの、定義と、これ、見方同じですね。ただ、これ何を言ってるかっていうと、これは、A プラス A プライムと、A モッド N プラス A プライムモッド N が、N を法として合同を同じなので、同値というか、これ定義そのものなので、だからそうすると先ほどその N を法として合同であることの言い換えの性質、これとこれ引いたときに N かける Q とかける、そういう Q っていう性質が存在するっていう性質があったので、まあ、それを使うっていうぐらいの、まあ、2つぐらいしかですね、道具がないんです。で、それを使ってやっていくということになります。だから今言った通り、この A プラス A プライムと A モッド N プラス A プライムモッド N が N を法として合同であることを示せばよいので、ある整数 Q が存在して、片方からもう片方を引いたものが NQ とかけるってことを示せばよいわけですね。で、これをやっていくと。で、今、除法の定理を使うと、A を N で割った余りが A モッド N、A プライムを N で割った余りが A プライムモッド N なので、その小を S と S プライム書きましょうというふうにします。ですかね。で、ここから、この Q を作っていくわけです。で、どう作るか。もうこれ実際にこれ計算します。もうこの式からこれ計算できます。そうすると、A プラス A プライムマイナス A モッド N プラス A モッドプライムモッドなんだけども、A と A プライム、これも今書きますから、それで今置き換えましょうと。A プラス A プライムを。で、そうすると A モッド N はこれ消えますと。で、A プライムモッド N も消えると。で、そうすると、これ N かける S プラス S プライムになります。ですから、この NS と NS プライムだけが残ると。で、そうすると、この S プラス S プライムってこれ整数ですから、これを Q と置きましょうと。で、そうするとこれ全体が NQ になると。ですか。で、S と S プライム整数なので、これでよろしいということになります。いいですか。うん。はい。以上です。だから、まあ、そんなに難しくないんですけども、まあ、まあ、使える道具限られてますからね。で、まあ、そういう形で、この、常用における足し算っていうのが、これでちゃんと定義できるということがわかるということになります。で、同じように、乗法の方も、なんか A×A' のモッド N っていうのがあったら、このモッド N をこれ分配できます。で、A モッド N×A' モッド N なんだけども、最後にやっぱりモッド N つけないといけないという形になります。ですか。で、これは、先ほどの、加法の時と同じ注意があって、これ分配するんだけども、最後のモッド N つけないと、等しいとは、とは言えませんよと。だからここではないっていうのは、この等式が成り立たない場合がありますよっていうのだと思ってください。まあ、加法の時の方なんですけども、成り立つ場合もあるんですけども、一般的には成り立たないということです。はい。で、この証明は先ほどの加法の場合と同じ形でできるので、ぜひ、やってみてください。だから使える道具2つしかないんで、2つしかないんで、それを使えばできるということになります。はい。でですね、今、この、z 割る nz っていう、なんか集合、その余りの集合、n で割った時の余りとして出てくる性質の集合っていうのがあるんですけども、その上で、こう、足し算と掛け算っていうのを定義しました。で、その足し算と掛け算っていうのは、足し算と掛け算っていうものが持っていてほしい性質を大体持ってます。で、大体って言ってるのちょっとややこしいんですけども、ここに書いてあります。例えば、x プラス y っていうのは y プラス x と等しいです。だからこれ、可換性って言いますね。その足し算の順番は入れ替えてみます。で、足し算について、括弧の順番も入れ替えていいです。x プラス y、x プラス y プラス z は、x プラス y を先にやろうが、y プラス z を先にやろうが変わりません。はい。で、0っていうのは、今この z 割る nz の要素なんですけども、その0を何に足しても、その何に、その要素は変わりませんと。で、そういう時、この0ってのはこの加法の単位元って言ったりするんですけども、そういう性質持ってると。で、乗法の方も同じように、その、可換であるっていう性質や、結合性ですね。その、括弧の順番入れ替えておいという性質を持っていると。あと、1をかけても変わりませんよと。これ今、n を2以上としているので、1っていうのは必ず、この z 割る nz っていう集合の要素になってます。ので、それが変わりませんと。
あとですね、掛け算と足し算の間でこの分配ができるですね。この掛け算、こう、展開っていうんですかね。できると。こういう性質もある。で、これは、普通の整数の足し算の掛け算がこういう性質を持っているので、まあ、そこからすぐ言えます。ので、ちょっと省略しましたし、まあ、演習問題にもしない。まあ、演習問題にしてもいいんだけども、ちょっとこれは、面倒かなっていうか、あんまりやっても嬉しくないんで、やんないということにして、まあ、確かめたい場合は確かめてください。成り立ってます。ので、まあ、こういう形の性質があるということがわかります。いいですかね。はい。早く終わっちゃうかな。でもそんな、なんか余裕持ってやってると、もうと終わんなくなっちゃうんで、ちゃんとやっていきますね。はい。で、今ですね、この合同算術って話をしたんです。だからその今、なんか余りとして現れる数の集合の上に足し算と掛け算っていうのを定義したんですけども、その逆演算を次は作りたいと思います。だから何で、逆演算ができると何が嬉しいかっていうと、対ってものなんですね。で、対って何なのかっていうと、まずこれ、対と読む。ということからまず始まって。対ってのは何かっていうと、直感的に言うと、加減乗除ができる集合のことを言います。加減乗除ができる集合。で、で、ちゃんと書こうとすると、ここに書いてあるようなもので、ちょっとこれは、まあ、定義だから、ちょっと今からやるんですけども、めんどくさい。でも、まあ、やります。で、何かというと、対とは。まずこれ、集合 K と、その上の加算乗算と3つ組。で、次を満たすもののことです。で、次を満たすって、その性質がたくさんあるんですけども、これ1ページに収まらずに次のページまで行きます。で、まずは、この足し算の、性質について言います。で、これは、先ほど言ったそんな足し算が満たしていてほしい性質です。で、何かっていうと、x プラス yx、ix プラス y が y プラス x という、その足し算の順番を入れ替えておいというもの。あと、カッコのつける順番も入れ替え、変えておいという結合性。あと、0という要素が存在して、その単位元になっている。ちょっとここ今 E になってます。これ間違っていて、これ X です。すいません。こういうことですね。はい。それで、あとですね、この加算の逆延がある。何かっていうと、X プラス Y イコール Y プラス X イコール0となるような Y というのが任意の X に対して存在する。ですかね。もうこれちゃんと言いますね。任意の要素 X に対してある要素 Y が存在して X プラス Y イコール Y プラス X イコール0になるということです。この Y のことをこの X の逆減、加算に関する X の逆減とかって言ったらですけども、つまりその任意の要素に対して逆減が存在する。で、そういう性質です。で、これを満たしていなくちゃいけない。だから、まあ、そのような Y をマイナス y と書くことが多いんですけども、これによって、この加算の逆減が存在するってことによって、この、まあ、減算、マイナスができるというような、まあ、イメージを持ってほしいということになります。はい。で、今、ここまでは、その加減ですね。足し算と引き算のことを言ってきたんですけども、ここから、掛け算と割り算のことを言います。これですね。で、掛け算について、この、加算性とまた結合性が成り立っていると。ということ。で、先ほど言った乗算の単元、この1っていうのをかけても x のままであるというような性質を満たす1というのがまず存在する。で、0以外の要素 x、0っていうのは先ほどの、加法の単元です。に対してある要素 y が存在して xy かける、あ、じゃあ xy イコール yx イコール1が成り立つ。この y っていうののことを x の逆減と言ったりします。はい。で、最後ですね。これ、分配法則ですね。x プラス y かける z って、こういう括弧ついてたら z を分配できますよと。こういうことですね。はい。で、このですね、この y、この、これ、これ、x の乗算に関する逆減というふうに言ったりするんですけども、この y のことを、y インバースを書くことが多いです。で、まあ、これによって、この乗算、割り算ですね。っていうのは、まあ、できるようになるという形になります。まあ、これ、0は除いているので、それは注意をしてください。X としては0は考えない。ですね。だから、こういうものが対です。で、対っていうのが、世の中にですね、たくさんあって、皆さんも実はですね、知らず知らずの上に、もう巡り合ってる。まあ、加減乗除ができる集合っていうのは、皆さんも普段使ってる。怖いですね。だから、そういうことになってまして、まあ、これ例を挙げてみましょう。対たるものの例。実数全体の集合 R に、その実数の
加算と乗算、和と積っていうものを、まあ、その計算3つに。これは対です。で、これまあ実数じゃなくても、複素数とか有理数であっても、その性質に立ちます。いいですかね。いいですかね。で、まあ、ここら辺はなんかその先ほど言っていたそのなんか足し算、掛け算っていうものが満たしていてほしい性質を満たしてくれてるなっていうのはまあ、わかると思うんですけども、対でないものの例っていうのはいくつかあって、それここに書いてます。で、一つ目。整数に対しては普通の足し算と掛け算っていうのはありますけども、それの組、三つ組はこれは対ではありません。なんでかっていうと、っていうのは、演習問題ですね。これ対じゃないんですけども。つまり先ほど挙げた性質の何か満たしません。何か満たしません。で、同じように、この R2×2 プラスマイ、あ、かける。これですね。その、この R2×2 っていうのは、これ 2×2 実行列全体の集合だと思ってください。だから実行列っていうのはなんか、A、B、C、D っていうこういう 2×2 の、行列で全ての成分が実数であるようなものです。で、足し算は普通の足し算ですね。行列の。で、掛け算も普通の行列の掛け算だと思ってください。で、それはちゃんと定義されます。掛け算は定義されます。けども、先ほど挙げた性質のうちのいくつかを満たせません。あ、いくつかっていうのが複数であることをなんか匂わせていますけども、いくつか満たせません。満たしません。ちなみに、加法の単位元と乗法の単位元はあります。加法の単位元は、いわゆるゼロ行列。0000です。で、乗法の単位元は、いわゆる単位行列です。あ、100、こういう行列ですね。だから、単位元は存在します。けども、どこかが実は、出されない。ので、単位にはならない。ことになりますので、ちょっとそれは、考えてみてください。はい。で、まあ、ここまでは今、この我々が今まで知っている集合でちょっと考えたんですけども、今、この授業で新しく出てきたこのなんか Z 割る NZ ってこういう集合がありました。で、先ほど、加法と乗法を定義しました。じゃあ、それを合わせたこの3つ組、これ対でしょうかということになります。うん。で、これ考えてほしいと。で、ちょっと戻るんですけども。ですね、この中いくつかの性質があって、その前のページ。ここにな、なんかもうすでになんかいくつか書いてあるんですね。で、これはもう成り立つよっていうふうに言ってるんですよ。で、これが成り立つので、この対かどうかってことをチェックするために、今もう前のページで成り立つといったものはもうチェックする必要ありません。で、これが終わって1番もチェック済み、2番もチェック済み、3番もチェック済み。だけど4番の加算の逆減があるかどうか、これはまだチェックされてません。だから、対であることを確認するために、それをチェックする必要があります。で、次のページ。乗算についても、この3つの性質は、満たしているというふうに言いました。で、分配性もあるというふうに言いました。ので、残っているのはこの乗算の逆減。この性質あるかどうかです。だから、加算の逆減がありますか、乗算の逆減がありますかって、この性質だけ、今、対であることを確認しようと思うときにチェックされていません。だから今からやりたいのは、この加法の逆減を持つってことと、乗法の逆減を持つってことが正しいかどうかってことを、考えることです。まず考えます。考えます。で、じゃあそのために、とりあえず、この例で、N ちょっと適当な、整数を置いてみて、実際にその加法の逆減とか乗法の逆減何になりそうかってことをちょっと考えてみましょうということをやります。あ、だからそれですね。これが疑問ですね。まず N は2以上の正の性質を固定したときに、加法の逆減があるとすると、すいません。あ、いいかな。任意の X っていう、この Z 割る NZ の要素に対して、ある Y が存在して、X プラス Y イコール Y プラス X は0になるか。これ正しいか。で、あるいは、この掛け算の方ですね。0じゃない任意の X に対して、ある Y が存在して、X×Y イコール YX イコール1と。なるか。ことを考えたい。で、先ほど言った通り、この加法の逆減のことは、マイナス X が書くことが多いですし、乗法の逆減のことを、X インバースが書くことが多いです。で、このような Y、加法の逆減、乗法の逆減ありますかってことを、まず N が小さい場合で考えましょうと。
1セット言っときながら、N が2とか3じゃなくて5でやってるんですけども、こういうふうにこの下方の表が作れます。これ何を言ってるかっていうと、この表をどう見るかっていうと、X と Y があったときに、そこの交わっているところに X プラス Y が書いてあって、そういう形なんです。で、このプラスは、この Z 割る NZ における演算です。例えば、3と4を足すと2になりますと。それなんでかっていうと、もう一度やると、3と4は、ここの、これは3プラス4モッド5ですから、これ2ですね。ですかね。だから、ちょっとまた、ちょっと言うと、この3プラス4、この左辺のプラスは、この Z 割る 5Z での演算で、右辺のプラスがモッドは整数の演算です。これがややこしいんですよね。だから、先ほどと合わせると、これは青で書くべきですね。こうですね。こんな形になっていると。ですかね。だから、ここ2になっているということです。そんな形でこの表を作られていると思ってください。で、掛け算の方も同じような、規則で作られています。で、これが、その、今言った表だから、この Z 割る 5Z で何が起きているかってことを書いた表です。で、そうすると、この表を見るとですね、各0、1、2、3、4っていう要素に対して何が、何を足すと0になるのかってことがわかります。このですね。だから、0、2、0を足すと0になる。1、2、4を足すと0になる。2、2、3を足すと0になる。ごめんなさいね。3、2、2を足すと0になる。で、4、2、1を足すと0になる。この形です。だから、このことから何がわかるかっていうと、0の、あ、だから0の逆転とかで書き方はしないで、先ほどの記号を使うんだったら、マイナス0イコール0、マイナス1イコール4、マイナス2イコール3、マイナス3イコール2、マイナス4イコール1と。こういうことになるわけです。ですか？ですか？いいですか？このような形で、下方の逆元は存在すると。じゃあ、上方の逆元どうでしょうかと。上方の逆元なんだかというと、かけたら1になるのは何でしょうっていうふうに言ったわけですね。0以外のところにいます。そうすると、1に1かけると1になる。2に3かけると1になる。3に2をかけると1になる。4に4をかけると1になる。この形になってますね。じゃあ、ちょっと4かける4が1になることをちょっと確認すると、これは4かける4モッド6。で、モッド5。で、これは16モッド5。16を、5で割った、余りは何ですか？ですか？これは1だ。いいですかね。よろしいですか？ということで、正しいと。正しい表が書いてるはずです。ということで、これ先ほどの書き方すると、1のインバースは1、2のインバースは3、3のインバースは2、4のインバースは4と。こういう形になっている。ことですね。ということで、この n が5の時には、すべての、元にちゃんとこの逆元存在しますから、ここから何がわかるかというと、z 割る 5z に対して、ちょっと待ってくださいね。ちょっといろいろ、今、今回定義したこの和と積をつけたもの、これは対であると。いうことがわかったと。ことになります。いいですか？いいですか？で、こういうふうに、まあ、具体的な N が与えられれば、こういうふうに表を作れば、それが対かどうかでわかります。じゃ、他のじゃ例、N が6かな？ 6 の場合やってみましょう。で、同じようにまたこれ表を作りました。で、そうすると、ちょっとこれ不穏な空気が漂ってくるので、まず、まあ、やりましょう。で、下方の方を見てみると、これはよくって、こんな形になっています。で、ここから何が分かるかっていうと、この Z 割る 6Z では、N 固定せんね。ここでは、マイナス0は0、マイナス1は5、マイナス2は4、マイナス3は3、マイナス4は2、マイナス5は1と。こういう形になるわけです。ですかね。これちょっと先ほどちょっと戻りますけども、戻ってください。あ、もう一個。ここですね。この N が5の時に出てきたものとこれ違うのにこれ注意してください。だからその、どの集合上で考えるのかによって出てくるものは違いますから、これ注意してください。
で、まあ、そういう形で下方の逆減は、全部あると。どの要素に対しても下方の逆減があるという形になってます。じゃあ、情報の逆減どうでしょうって言われると、それが困っちゃって、1のインバースは1、5のインバースは5ってなんだけども、2のインバースないんですね。2のインバースがない。何かっていうと、2×y が1となるような y が存在しない。実際この2の量を見てみると、これ 1がここにないわけです。ですか。ということで、困っちゃうんですね。で、実際これ、3でも4でもありません。この行ってということで、何が言えるかっていうと、z 割る 6z で、先ほどの、和と積を入れたものは、対ではないということになります。いいですか。だから、先ほどですね、n が5の時には対だった。で、n が6の時には対ではないっていうことになるわけです。だから、これ n によってですね、対になる場合とならない場合があります。で、これが困るというか、これを誤解してく、してほしくないところで、だからそうですね、対になる場合とならない場合があるということです、まず。それが重要で、で、いつ対になって、いつ対にならないのかってことをちゃんと分かってほしいっていうのが今日、理解してほしいことの一つです。で、そういうことがあるので、それをまず考えたいということになります。で、まずその下方の逆減なんですけども、今の例のように実は、n が2以上だったらどんな、n、正の整数持ってきても、下方の逆減存在します。だから、任意のこの z 割る nz の元 x を取ってきたときに、次を満たす y っていうのはただ一つ存在します。x プラス y イコール y プラス x イコール0となると。で、まあ、これただ一つです、実は。解の定義においては、この量が長いが、ただ一つ存在することは要求していないんですけども、実は定義から、逆減が存在すれば、ただ一つになるってことが実は言えます。これはその対の一般論というか、まあ、なんだろうな。群の一般論とかって言うのかな。まあ、その代数の一般論から言えるんですけども、まあ、それはちょっと、ここでは一般論もやめて、この例において、この例において、この y はただ一つ存在するってことを言います。だから、その1位に存在するわけです。だから、これ今から証明するんですけども、存在するってことと、その存在するものが一つだけ、つまり1位であるってことは分けて証明します。で、こういうのは、なんだろう。数学においては、割と、普通の論法で、まず存在することを言います。で、存在することを言っただけでは、いくつ存在しているか分かんないわけです。だから、1つかもしれないし、2つかもしれないし、300個あるかもしれない。たくさんあるかもしれないわけですね。で、まず存在すると言ってから、存在するものが、実は1つしかありませんよっていうことを分けて証明するってことが多いので、それ、ここでもそれをやってきます。だから、まず存在することを言います。x プラス y。で、対においては、この下方は、可関性を持ってますから、x プラス y イコール0。これだけ証明すれば十分です。なんでかっていうと、x プラス y と y プラス x が等しいことは我々も知ってるから。だから、x プラス y イコール0だけを証明していきます。はい。まあ、あるいは、y プラス x イコール0。こっちですね。こっちだけを証明していく。ということをしていきます。よろしいですか。じゃあ、それを今からやっていきましょう。はい。で、これは何かっていうと、実際に x が与えられたら y を作ればいいので、これ作っちゃいます。で、作るのは、これ実は単純でこうします。y はマイナス x も n とします。ここだけです。で、こう書いたんだけども、ちょっとこれは注意が必要だとだったところで、後から気づいたんで、これちゃんと言っておくと、これはマイナス x のモッド n です。何を言ってるかっていうと、これはマイナス x モッド n ではないってことです。ちょっとこれはなんか括弧の付け方がまずかった。というか、カッコつけなかったからまずかったと思っていて、よくなかったなと思ってるんだけども、まあ、ここにはカッコがあると思ってください。ですかね。うん。で、そういうふうに思うと。で、これ、この絵、この y が、で、まず、まあ、いろんなことやらなきゃいけない。で、このマイナス x、このマイナス x は整数で見てのマイナス x です。ですかね。ですか。で、その整数の意味でマイナス x のを n で割った余りが y ですと。そういうことですね。いいですね。はい。で、そうすると、じゃあこの y っていうのは先ほど言った整数ですね。つまり x プラス y イコール0っていうのを満たすことを今から確認します。で、そこを今からやっていきます。で、まず、
こうすると y っていうのは n で割った時の余り、剰余として出てくる数にしかなりませんので、y 自体はまず0から n-1 の間に収まってる。その z 割る nz の要素になってるということはまずわかります。ですね。だから、まずその要件は、この作った y を満たしているということになります。ですね。で、この等式に満たすかということを考えますけども、その時にこの今考えている x プラス y というのを作りましょうと。で、今 y はマイナス x モンド n でしたと。ですね。で、この青文字のプラス、この z 割る nz におけるプラスはどういう定義だったかっていうと、この2つの数を整数の意味で足して、モンド n を取ったものだったということです。ですかね。これ定義そのものです。青文字のプラスの定義です。でそうすると、今、これ x っていうのは、これすでにこの余りを取ったものなので、x モンド n としてもこれは x 変わりません。いいですか ?x は、x 自体もこの余り取られているものなので、先ほど、前の方でなんか、a モッド b イコール、a モッド、モッド書けない。モッド b モッド b ってこういうのをやりましたけども、だからこの今、a モッド b、これが今 x だと思ってください。で、b は n だと思ってもらうと、x は x モッド n と等しいわけです。だからこれその上で置き換えたわけです。ですかね。こういう式になります。で、そうしたら何が言えるのかというと、これはさっきの方、さっきどっかでやった通り、a プラス a プライムモッド n は、a モッド n プラス a プライムモッド n のモッド n でした。ですね。で、これを、上から下に使ってます。a モッド n が x モッド n で、a プライムモッド n がマイナス x モッド n だと思ってください。そうすると、この a と a プライムは x とマイナス x です。いいですか?そうすると、この部分これ0ですから、0モッド n これ0です。0を n で割ったあまりこれ0です。ですかね。ということで、欲しかった等式 x プラス y が0になるということが言えたということになります。ですね。ということで、これ証明おしまいと。あ、これさらにの後これ言いません。すいません。書かないでよかった。ということになります。で、これで、こういうふうに y を作れば、それが x の逆元になりますよということが分かったということです。いいですか?じゃあ、今から言うのは、これ以外に逆元はあり、過法の逆元ありませんよってことを言います。で、それどうするかっていうと、この逆元であるための定義のその性質を満たしていれば、この y っていうのがマイナス x モデルに必然的になりますってことを導きます。ですね。だから、今任意の x 考えて y がこの式を満たすとします。ですね。まあ、ここら辺ちょっといらないんで、いきます。そうすると、この青文字のプラスの定義から x プラス y モッド n が0になります。で、ここからの やり方いろいろあるんですけども、まあ、y が何になるのか知りたいので、y イコールでやっていきます。y は何でしょうと。で、そうすると y はそもそも、この z 割る nz の要素ですから、y モッド n も y と同じです。これ先ほど x でやったのと同じです。なるべくやってみます。で、この y の部分を、ちょっと無理あるかもしれませんけども、x プラス y マイナス x に控えましょう。これ等しいですね、y と。整数として。そしてですね。で、ここに対して先ほど書いた、これですね。この性質使いましょうと。x プラス y が前に出てきて、マイナス x が後ろに出てきて、分けると。で、モッドに最後につけると。ということですね。なんか、カッコもっとつけた方がいいわね。こういうことですね。で、そうすると何がわかるかっていうと、今、x プラス y モッド n っていうのは、これは0です。ここから。この仮定から。いいですか ?0 です。で、マイナス x モッド n 残ります。ですか。で、そうすると、マイナス x モッド、で、0プラスマイナス x、ちょっと待って、これ、カッコの付け方が変なので、これはカッコ、これは本当に足りないですね。これね。はい。で、0マイナス x モッド n はマイナス x モッド n。で、マイナス x モッド n モッド n はマイナス x モッド n です。これ、先ほどやった、その、乗用の乗用乗用ってやつですね。a モッド b、モッド b、は、a モッド b と等しいと。ということですね。
ってことで、y っていうのは、この初めの性質満たしているんだったら、必ずマイナス x モデルにならざるを得ないということになりました。だから、まあ、これしかないということになるわけです。ってことで、一次性の証明終わったということになります。いいですか？だから、なんか x っていうものがあったときに、その加工の逆転は何でしょうと言われたら、これマイナス x モデルですというふうに、まあ、簡単にわかると思ってください。ただ、このマイナス x モデルが何であるのかってことは、計算する必要があります。けども、まあ、これで定まるということは、これでわかるということになります。で、これが加法の逆減の話です。で、一方でですね、乗法の方は、先ほど言ったみたいに、n が4の時には、n が5の時にはあったんだけども、n が6の時にはない場合もあったわけです。で、いつあるのかって、実は素数っていう性質が関係してます。で、これが割と重要で、今、素数を一つ固定しましょうと。で、今これ p と、素数なんで p と書いてますけども、この z は pz を考えます。つまり、先ほどまで n と言っていたものが素数である場合だけ考えます。で、その時には、ここで言っているように、乗法の逆減が必ず存在します。何かというと、任意のその x に対して、ある y が存在して、xy×yx が1と等しいということです。で、そのような y はただ一つしか存在しません。このただ一つしか存在しないっていうのは、また先ほどのちょっと言ったその対の一般論から、対の定義、だけ見ることで、ただ一つだってことは実は言えるんだけども、まあ、この場合に対して、ただ一つだってことは証明していこうと思います。でですね、これはですね、ちょっとややこしい。この存在性を言うのは。で、まあ、ややこしいっていうのは、まあ別に言わせると面白いということかもしれません。で、これ素数であることが重要で、素数であるという性質を使ってやっていきます。で、まあ、存在性と一致性を先ほどと同じように、加法の時と同じように分けて証明するんですけども、証明にはですね、次に挙げる性質が2つあるんですけども、それを使ってきます。で、これがですね、なかなか味わい深い。でやっていきます。まずですね、ここに書いてある、ベズーの等式というものがあります。これを使います。で、これ何なのか。まあ、x と y って正整数があって、x が y 以上だとします。で、この時には、x プラス by イコール gcdxy を満たす整数 ab が必ず存在します。gcdxy。これは何かっていうと、x と y の最大公約数です。で、この x と y のなんか線形結合で実はこの最大公約数を書けますよってことを言ってます。特にその整数線形結合ですね。あ、この整数は負である可能性もあります。はい。正整数とか書きません。けどもそういうもの存在しますと。で、これを使うんですけども、これを証明します。で、これはですね、この y に関する数学的記号を証明します。で、これ正整数なので y 一番小さい場合これ1です。で、y が1の時どうなのかっていうと、この GCD ですね、最大公約数は、x が何であってもこれ1になります。あ、そうそう、x が、x が何であっても y が1なので x になります。ですか。待ってくださいね。これが最大公約数だから、これ間違ってる気がするな。これ間違ってますね。最大公約数。これは1ですね。1になります。だから、ここも間違っていて、ここ1なので、ここ A を、ちょっと間違いすぎていきませんね。A を0、B を1とすると、こうなると、ですね。はい、そうですね。最大公約数、そうですね。1なので、すいません。ちょっと、これは、ボケてまして、いきません。1です。すいません。で、0と1。とすると、この 0x プラス by、これは、y になりますから、で、y は1なので、確かに成り立つということになります。ですかね。だから、y が1の比較で成り立つ。じゃあ、機能法を進めるために、k を2以上の正整数として、y が k-1 の時には、これ正しいとしましょうと。で、y が k の時に、この式が正しいとする。つまり、ax プラス bk イコール gcdkxk となるような整数が存在することを言いたいと。ということになります。ですか。で、どうするかっていうと、ユークリッドのアルゴリズムっていうのを昔やったんですけども、それを使います。で、そんなの中で何をやってたかっていうと、今 GCDXK っていうのがあったら、これは、GCDKX モッド K と等しいですよっていう、こういう原理があったんですね。で、これを使います。で、そうすると、この X モッド K っていうのは K-1 以下になります。
x を k で割った余りなのでですね。そうすると、これ機能法の仮定から、この GCD K、だから、この K と X モッド K っていう組に対して、だからその線形結合で GCD K、X モッド K が書けますよっていうことが分かるわけです。機能法の仮定から。だから、機能法の仮定、これ使ってます、はい。で、ユークリッドアルゴリズムの原理から、それが、K、X と K の最大公約数に等しいですよというのが分かるわけです。ですか？で、ここまでいいんだけども、じゃあ今ですね、除法の定理を使うと、ある Q を使って X イコール KQ プラス X モッド K と書きます。Q で割った余りが、Q で割った小が Q で余りが X モッド K と。ってわけですね。で、そう思うと、今、この GCDXK、これが何なのか知りたいんですけども、この、左辺における A'K プラス B'X モッド K の X モッド K が、X マイナス KQ と書きます。ですね。で、これ書き換えると、全体を。これ、B'X プラス A' マイナス B'QK になります。いいですか？で、そうすると、B' とか、この係数 A' マイナス B'Q、これが整数になるわけです。ので、この X と K の最大公約数が X と K の整数結合で書けましたということになって証明が終わるということになります。いいですか？ということで、このベズーの等式証明できました。で、これを、使っていくことになります。で、もう一個使うものがあります。で、それは、まあ、ここでちょっとゼロ因子の非存在性というふうに言っているんですけども、まあ、ゼロ因子が何だかちょっとわかんないかもしれませんので、その言葉は置いといて、あ、すいません。今このベズーの等式を証明したんですけども、この等式においては素数何も出てきてません。素数出てきません、まだ。まだというかね、出てきません。で、次の性質、これは素数であることが関係しています。これ重要です。で、B は素数2以上ですね。だとしましょうと。で、この時に、まあ、整数 AB、何でもいいんですけども、AB モッド P が0だったら、A モッド P か B モッド P のどちらかは0です。なんででしょうと思いますね。じゃあ、これ当たり前じゃないかって言われるかもしれませんけど、ちょっとこれ当たり前じゃないことをちょっと後で言わないかな。これ演習問題にしようかな。ちょっと、じゃあこれはちょっと時間がないので、あんまり深く言いませんけども、まずこれは成り立ちます。なんでか。AB モッド P これちょっと仮定しましょう。この7番の、これ仮定しますね。で、この結論を導くと。で、そうすると今、AB モッド P はこれ0なんですけども、AB モッド P は先ほどのその掛け算の、法則から、A モッド P かける B モッド P にモッド P をしたもの、この分配できるって話でしたね。分配したら、このモッド P つくという話がありました。で、こういうふうに掛けるということになるわけです。で、これは何を言ってるかっていうと、A モッド P かける B モッド P が P で割り切れますよっていうふうに言ってるんだから、ある整数 Q が存在して、この積っていうのは P かける Q で掛けますよと。こういうことになるわけです。いいですか？で、ここで、ちょっと場合分けがあって、書いてあるんですけども、Q が0のとき。Q が0のときには、この A モッド、これイコール0です。で、だから2つの整数をかけたら0になるって言ってるんだから、どちらかは必ず0になるわけです。だからそのときは、この結論、これは言えます。言えます。だからそのときは、まあ簡単な場合なので、これあんまりちゃんと書いてないんですけども、まずそれがまずあります。だから今、Q が0のときはそれ OK なんで、じゃあ、Q が0じゃないとしましょうと。Q が0じゃないとすると何かっていうと、これ PQ なんですけども、これ0じゃないわけですね。ってことは、今、この中、この PQ っていうのが2つの整数の積で書かれてるんですけども、これ P これ素数なので、この A モッド P か B モッド P のどちらかの、因数になってなくちゃいけないわけです。だから P は、A モッド P か B モッド P の因数なわけです。まあ、あるいは、A モッド P は P で割り切れるとか B モッド P は P で割り切れることになるわけです。なんだけども、A モッド P とか B モッド P っていうのは P 未満、0以上 P 未満なわけです。だから、これはありえません。矛盾です。ですか。つまり、何がいかなかったかっていうと、これ Q が0じゃないっていうふうに言ってたのはいけないんで、実は、これ Q が0にしかなり得ないんです。
ということになりまして、結局これ Q0 なんですね。ということで、A モッド P か B モッド P が0になるということになります。よろしいですか？ここでこの P が素数だってことが、まあ、効いてるということになります。いいですか？はい。ではですね、先ほどのその下方の、情報の逆減が存在しますよっていう話を、今、二つ性質を、紹介したんですけども、そのうちの一つ目ですね、ベズーの等式を使ってやっていこうと思います。じゃあ、まず任の X 考えます。0以外の X 考えます。で、X を整数だと思って、X と P の最大公約数を考えましょう。で、そうすると、P は素数です。で、X は P-1 以下です。この要素、この集合の要素だから。だから、その最大公約数必ず1です。ですから、ちょっとこれ書いておくと、X は P-1 以下。0以上 P-1 以下。で、ちょっとここで P は素数だなんて書いてあるけど、これは、まあ、ここで使うんじゃなくて、前のところで使うことも、ちょっとここに書くことではなくて、で、そうすると、ベズーの等式より、AX プラス BY イコール1を満たす整数 AB が存在します。A ですね。だからこの1っていうのが、これです。X と P の、あれです。最大公約数です。ですね。で、この式を見て何を思うかっていうと、この AX プラス BY のモッド P を考えます。これを P で割ってあまり考えましょうと。ですかね。で、そうすると、AX プラス BY は1と等しいんだから、これは1モッド P と等しいです。この括弧の中は1と等しいからですね。で、P は一応まあ2以上なので、1モッド P は1と等しいです。これ1モッド1だとちょっとこれ困るんだけども、1モッド P で P が2以上だから、これ1になります。ですかね。で、このような形で AX プラス BY、BP モッド P っていうのが1だと計算できました。で、別の計算の仕方をします。今、じゃあ、AX プラス BY っていうのを見るんだけども、これは、下に書きますね。AX プラス BP モッド P なんですけども、この、この BP っていうのは、これは P で割り切れるわけです。ですか。だから、このモッド P 取ると、これ0になります。もう少しちゃんとやろうとすると、これは、AX モッド P プラス BP モッド P。モッド P で、で、これが0になるんです。まあ、ここをもう少しちゃんとやろうということもできるんだけども、ちょっとこれをやらなくてしますね。ということで、これは、これは AX プラス BP のモッド P は AX モッド P になります。それで、で、今、ここでその積の、分配ですね。これは A モッド P かける X モッド P のモッド P になりますと。わかりますね。いいですか。ということで、AXBP のモッド P は、これに等しいし、1に等しい。ということで、この式が出てきます。いいですか。で、この左辺の式、これよく見てみると、これは、この青点の定義でした。A 青点 X がこれでした。ですかね。まあ、これ本来の定義は、A 青点 X、これ本来の定義は、A×X のモッド P だったんだけども、A も X ももともと、0以上 P 引く1以下の整数だから、これ、A モッド P とか、X モッド P にしても、これは値は変わりません。同じです。ですね。だから、この等式成り立つと。ということで、何を言ってるかっていうと、この式から、A 丸 X、あ、A 丸 A 点、A 青点 X は、この左辺と等しくって、それが1になると。つまり、このようにしてできた A が、X の情報に関する逆減になると。このベズーの等式でいくと、この A が逆減になりますと。ということが分かったということになります。ややこしいかもしれません。いいですかね。いいですか？じゃあ、これで存在性が分かりました。じゃあ、一位性言いましょうと。で、下方の時にやったのは何だったかっていうと、その逆減対応ことの定義から、その逆減がもうこういう形にならざるを得ないっていうやり方をしたんだけども、ちょっとこの、この、情報の逆減に対しては、その方針でやろうとすると難しいので、ちょっと別の方法でやります。
で、どうするかっていうと、こんな形で、ちょっとこれまず照明の全体像を書いてますけども、逆弦が2つあるとしたら、それが一致するっていう照明の仕方をします。まあ、これ割とスタンダードな照明の方法なんですけど、それをやります。つまり、A×X が1で、A'×X が1となるような A と A' っていうのがあるとします。で、最終的に A と A' が等しいってことを言います。そうすると、まあ、違う2つのものないので、1つに定まるということが言えるということになります。ですかね。で、それをやっていくということにします。で、まあ、任意の X に対して A と A' っていうそういうものが存在すると仮定します。で、間を埋めていくと。で、何するかっていうと、この A×X と A'×X の差を取ります。差を取りますっていうふうに、言ってるんだけども、ちょっとこれは本来はあんまりよろしくなかったかもしれませんけども、これは本来はだから先ほどですね、加法に関する逆弦が存在すると言っていたので、その話からこの引き算はできるわけです。この z 割る pz っていうその集合の上で。で、それをここで行っていると思ってください。はい。で、だから、このマイナスももしかしたらこの青いマイナスで書くべきだったかもしれませんね。まあ、青いマイナス何なんだとかあります。で、まあ、そういう形になると。で、だからここも青いマイナス。うん、で、何をしているかというと、ちょっとこの青いマイナスやっぱりやめようかもしれない。だから、まあ、このマイナスはそういうことだと思ってください。で、この0は、これは、整数の0です。はい。で、この2つ書き換えますと。これは、この青い点の掛け算の定義からこうなりますと。後ろも同じように書きますと。で、そうすると、これはですね、このま、X モッド P でクルーの形になってますね。はい。で、こう書けるという形になります。これさっき、今まで出てきたですね、演算の、法則を使うと、このような、自由にこの分配とかができるということがわかるので、このような形で書けるということがわかります。これ何かっていうと、a-a' モッド p っていうのと、x モッド p をかけて、モッド p を取っていると。こういうものですね。ですかね。で、今、x は、この z 割る pz から取ってきるんだけれども、0じゃないわけです。0じゃないものを取ってきます。だから、x モッド p、これは0ではありません。0ではありません。で、ゼロじゃないものと、で、何なのかっていうと、つまり、これなんか、二つのものをかけて、ゼロになってるわけですね。このモッド P の世界で。で、片方ゼロじゃないって言ってるんで、先ほどのそのゼロ因子の引き存在性から、もう片方の方向、これ必ずゼロになります。さっき何をやってたかっていうと、A'モッド P がゼロならば、さっきは A、B って書いてあるかな。さっきは A、B モッド P が0だったら A モッド P が0か、または B モッド P イコール0と。こういうことを言ってるわけです。で、今言ってるのは何かっていうと、この A が A-A' モッド P に対応していて、B が X モッド P に対応していると。こういう形ですね。で、今 X モッド P、モッド P、つまり X モッド P は0じゃないって言ってるんで、こちらの A モッド P が0になる方しかないと。A-A' モッド P、モッド P が0なんですけども、A-A' モッド P、モッド P は A-A' モッド P と等しいので、それが0であるということになります。いいですか。で、そうすると、またここで先ほどやってるような、法則を使うと、A-A' モッド P っていうのは、A モッド P-A' モッド P、モッド P なので、これが0だってことは、この中身が0であると。A モッド P イコール A パイモッド P。中身が、これ全体が0モッド P になるということになりまして、これ A モッド P イコール A パイモッド P になります。で、A と A プライムはどちらも P マイナス1か、0から P マイナス1の間の整数なので、A と A プライムに等しいということが言えます。いいですか？すいません。なんかいろいろな法則をですね、なんか案に使っていってちょっとよろしくないなって気はするんですけども、まあ、正しいので、なんだこの、細かく見ていただければいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。はい。そういうことで、この N の部分が素数の時にはこういう形で言えますよって
逆減ありますよと。情報の逆減ありますよと言えると。つまり、結論何かというと、N が素数の時には、Z 割る NZ プラスかけるっていうのは対になりますよということになります。じゃあ、この N が素数じゃない場合はどうなるのか。言うと、これは対じゃないんです。実はね。だけども、っていう話が次になります。あ、で、その前に、あ、しまった、今日なんか時間収まらなくなって。じゃあ、例えばこれ、練習問題として、32プラス X モッド89イコール1を満たすような X は何でしょうと。89これ素数なんですけども、じゃあこの32の逆減は何でしょう、加法に関する逆減は何でしょうっていうことを聞いてます。で、先ほどの、証明から、そのようなこの加法の逆減っていうのは、マイナス32モッド89だということがこれ分かってますから、これが何だかってことを計算すればいいわけです。で、まあこれ計算の一つの方法を書いてるんですけども、これ89モッド89っていうのはこれが0なので、これ足してあげる。ってことをすると、いろんな、その先ほどまでの法則を使うと、これが出てきます。この、マイナス32と89を足して、モッド89を取ったものが出てきます。で、マイナス32プラス89、これ57なので、ここから57っていうのが出てくる。で、57は0から88の間に収まってますから、これが答えです。ということになります。ですかね。で、こんな形で、まあ、加法に関する逆減は見つかります。はい。で、乗法に関する逆減がちょっとややこしくて、これちゃんとやってみましょうということになります。じゃあ今、素数89なんですけども、32×x モッド89イコール1を満たすような x は何でしょうと。で、これは、先ほどの証明を追っていけば、その証明の通りにやっていくと、これが、この X 分かります。で、その時に何やったかっていうと、このベズーの等式を使ったわけです。ベズーの等式何だったかっていうと、さっきやったのは何だったかっていうと、AX プラス BP イコール1を満たす A を求める。ってことでした。で、それやります。で、どうやってやるかっていうと、このベズーの、等式の証明はどうやってやってたかっていうと、ユークリッドのアルゴリズムを使っていたわけです。で、それを追ってきます。で、89と32の、ここ X と B ですね。89と32の、この最大公約数を求めようと思って、ユークリッドのアルゴリズムをやると、まずその89モッド32を計算するわけです。それで、そうするとこれ、頑張って計算するとこれ25になります。ここです、25。だからこれは、32と25の最大公約数と等しいです。じゃあ、それをどうやって知るかっていうと、今度は、32モッド25っていうのを知るわけです。で、これは7です。で、ここが7になります。で、次は、じゃあ25モッド7やりましょうと。で、これ4になります。で、4と。こんな形で進んでいくわけですね。ですかね。で、7を4で割った余りは3で、4を3で割った余りは1でと。こんな形になってきます。で、まあ、3を1で割った余りは1。ここさっきもそうだったんですけど、1ですね。という形になります。で、ここから、そのベズーの等式の証明は何をやったかというと、これ逆に進めていったわけです。何かっていうと、まずこの1を3と1の線形結合で表しましょうと。で、それは、どういうふうにできるかっていうと、3を、3は2かける1プラス1なわけです。3を1で割った、小は2で、余りが1。これは嘘ですね。これは今、嘘を言ってるんで。これは嘘を言ってるんで、ちょっと待ってね。今言ったの嘘なんで、忘れてください。ということで。何かっていうと、3と1の線形結合で1を作ろうとすると、3マイナス2かける1。って形で1が作れます。ですかね。これ、片方1なんで、これは、こういう形で書くことがわかります。で、今、1っていうのは別に渡すると、これは、これはなんでここに1が出てきたかっていうと、これは4モッド3が1だったから1と出てきたわけです。モッド3が1だから出てきたわけですね。ってことは、この式から何が、この式はどうやって出てきたかっていうと、4は、3で割った小が1で余りが1ですね、ってことですね。だからこの式から1っていう余りは4マイナスと書きますってことがわかります。いいですか？で、この式を整理すると、マイナス2かける4プラス3かける3になります。つまり1が4と3の結合で書きますよと。4と3の結合で書きます。じゃあ次に、じゃあ3を
今度この7と4の結合で書きましょうと。で、そうすると、7は、4×1 プラス3。なので、3は7引き4と書きますねと。わかると。そうすると、これ整理すると、3が7と4の結合で書けるということがわかるわけです。いいですかね？いいですかね？そんな形でずっと追っていくわけです。じゃあ次は今、4があるんですけども、この4は何だったかっていうと、25モッド7が4だったわけです。つまりこれ何かっていうと、25っていうのは7で割ると、3×7 プラス4ですよと。だから、小が3で余りが4ですよとなるわけですね。で、この式から4は実は25マイナス 3×7 だとわかるわけです。で、これ使うと、1を25と7の結合、25と7の結合で書きますよということになるわけです。ですか。じゃあ次7やりましょうと。7は、なんでここに出てきたかっていうと、これは32モッド25が7だったからです。つまり7は32マイナス25とかけますよと分かると。ですね。で、これ整理すると、32と25の結合で1が書けると。いうことになります。いいですか？で、じゃあ次に、じゃあ25何だったかっていうと、25は、89モッド32。やっぱりです。だから25は89マイナス2かける32とかけると。89は32かける2マイナス、プラス25だからね。89を32で割った小が2で余りが25と、ね。ということで、これ、整数とこういう形が、つまり、1が89と32の結合でかけるということになるということです。いいですか？で、これで、まあ、1が、その89と32の結合で書けましたということで、これでこの係数が分かったということになりますね。で、じゃ次にやるのは、重要、だから、答えとしては、この64です。これが、X、求めたい X です。と、まあ、言ってしまっていいんだけども、まあ、ちゃんとやろうとすると、じゃあ、最終的にどうなるかということをやっていきましょうと。今、1は何かって、1も89と同じです。で、今この1が、今の計算からマイナス 28×89、プラス 64×32 とかけると分かったわけです。で、これをこのモッドの分配によって、こう書き直してみると。で、そうすると、前の方は、これ89のこれ倍数ですから、89で割ると、この部分これ0になると。ということで、後ろの方だけ残って、64×32 モッド89になります。で、まあ、これは、だから、この X の部分が64になっていると。そうですね。ということで、略言はこれに限られますから、X64 であるというふうに答えがわかるということになります。いいですか。先ほどのそのベズーの等式の係数を求めると大変なんですけども、それはちょっと頑張ってやるっていうのが重要なので、それやってみてください。もう一個例をやりますね。3x モッド61イコール1を満たすような x は何でしょうと。0から60までの整数なんでしょうと。で、この60もこれ素数です。だからそういう x 存在するわけですけども、必ず何でしょうと。で、同じようにやってみましょうと。で、まあ、ユークリッドのアルゴリズムによって、61と3の、まず、徴用を取ります。で、それは、61は 20×3 プラス 1×。なので、余りは1です。で、もうすぐ1になっちゃった。つまり、この1っていうのは、まあ、まずこれ3枚、この3を使って書こうとすると3マイナス 2×1 なんだけども、この1っていうのが、これですね。61マイナス 10×3 と書けるということになります。いいですか。で、そういうことになるので、これ、整理すると、マイナス 2×61 プラス 43×3 になると、なります。ということで、この43が答えになると。まあ、実際計算すると、1は1モッド61なので、この1をこれに置き換えると、マイナス 2×61 プラス 43×3。モッド61で、前の部分、モッド61取ると0になるので、後ろの部分だけ残ると。つまり、この 43×3、3x、x は43ですと。いうことが逆転の一式から分かるということになります。いいですかね。はい。まあ、こういう計算で皆さんできるようになってほしいと思います。
そしてちょっと時間が伸びてしまう。ちょっと10分ぐらい伸ばさせてください。すいません。ちょっと今日は時間のやりがまずかったんですけども、最後に有限体の話をします。有限体って何なのかっていうと、さっき体っていうのは定義したんですけども、体の例として、さっきその R プラス、受ける、C、順番から言うと、C、複素数ですね。とか、Q、プラス書きと、こういうものを出したんですけども、これらは、この元になっている集合はこれ全部無限集合です。で、そうじゃなくって、この部分ですね、考えている集合が有限集合であるような体のことを有限体っていうふうに言います。で、その、集合の要素数のことを、この有限体の位数というふうに言ったりします。で、今までの議論のまとめ、何かというと、N が素数のときには、この Z 割る NZ っていうのは、今考えている加法と乗法によって有限体になると。で、その位数が N ですよ、ということになるわけですね。うん。逆のことを言うと、別の言い方すると、N が素数の場合には、その素数を異数とする有限体が存在するということになります。じゃあ、N が素数じゃないときには、異数が N の有限体で存在するのかということになります。で、じゃあ、素数じゃない場合、N が4のときと N が6のときと考えてみましょうということで、先ほどの、これ、表ですけども、このような表ですけども、まあ、先ほどと同じような、考え方すると、この、加法の方は逆減必ずあるんですけど、それ先ほども証明したんですけども、この乗法の方で逆減がない。例えばこの2に対して 2× 何とかが1になるような減存在しないわけです。だから、これは単位にならない。ですし、この、n が6の場合、これ先ほどの例と同じなんですけども、これも単位とならないってことはこれ分かってるわけですね。だから、この z 割る nz は n が、素数じゃないときには単位にならないことになります。で、それ一般的に言えます。一般的に言えます。ですが、実は、異数4の有限体は存在します。で、それは先ほどのその、z 割る 4z ではない何か別の集合を使って作ります。作れます。それ後でちょっと見ますけども。で、別の事実。異数6の有限体は存在しません。どんなに頑張っても、どんなその演算を作っても、異数6の有限体になりません。で、存在しない、この異数6の有限体存在しないってことを証明するのは大変で、これはちょっとその代数のことを深く知らないとちょっと、説明できないので、これはこの授業では行いません。で、一方で異数4の有限体が存在するってことは、今からそれじゃお示しするんで、それを見てもらえばわかるということになります。で、それをちょっと見てもらおうと思います。これあと5分ぐらいでやろうと思います。で、事実としては、より一般的なことが知られていて、N が素数のべきである、時には、一数 N の有限体存在するということは知られています。で、N が素数のべきではない場合には、一数 N の有限体存在しないということが知られています。素数のべきって何かっていうと、例えば、2とか3とか5って素数も素数のべきなんですけども、例えば2の2乗、2の3乗、2の4乗とか、こういうものも素数のべきですし、3の2乗、3の3乗、3の4乗、こういうものも全部素数のべきです。だけども、2×3、っていうのはこれダメです。これは素数のべきじゃないです。素数かける素数なんだけども、素数のべきっていうのは、一つの素数をかけたもの。だから、なんだろうな。P の N 乗とか、こういう形になってるもの。N は良くないですね。P の M 乗って形をしているもの、N はね。で、P が素数、N が正の整数、1以上の整数。っていう形になってる場合、必ずそのような、その異数を持ち受けて存在するというのが知られています。で、どういうふうにそういう、有限体が存在することを証明するんだとかっていうのも、これも割と深い話で、ちょっとこの授業ではできないので、今からはこの異数4の有限体をご紹介します。で、実は異数4の有限体の構成法は、まあ割と、いろいろあるんですけども、ちょっとここではこういうものだけやりましょうと。今、この4つの行列だけからなる集合からなります。で、これ今 S と書きます。で、今この行列の要素は0か1なんだけども、この0、1っていうのは Z 割る 2Z から取ってきてると思ってください。これ 2×2 です。だから、何かっていうと、今このなんか行列の和っていうのを考えるんですけども、それは成分ごとの和なんだけども、その成分同士の和は、この z を割る 2z の演算として和を取る
っていうふうにします。だから0プラス1なんですけども、ここは0と1だから0プラス1なんですけど、そこは1だ。で、ここ1プラス1があるんですけども、右下ですね。で、これはこの z 割る 2z の演算では0です。1たす1のモッド2は0です。ということですね。で、実際この a プラス i っていうのがあって、これ i っていうのはこれ単行列ですね。0っていうのはこれは0行列ですけども、この a プラス i、a はこれですね、0111ってこういう行列です。で、これ行列、計算するとこれ1110まで、これはここに書いてある a の2乗と同じになります。で、同じようにこの a の2乗っていう、この、行列積を計算しようと思ったときに、この行列積の定義は普通の行列と同じなんだけども、その中で行う積とか和が、この z 割る 2z の演算で行われるという形になります。で、そうすると、こういう行列ができて、これは実は a と同じです。ですね。で、こういう形になっているということになります。で、じゃあ実際にこの4つの行列ですね、0と i と a と a2 乗をこう表に並べて、この行列の意味での和と計算を残してあげるとどうなるでしょうってことを見てあげる。こうなります。これ実際にちょっと皆さん計算してもらうとわかると思います。で、そうすると、まず、このプラスとか掛け算は、これ演算の結果がこの S のままに収まっていることがわかりますから、ちゃんとこの集合の上の演算なんだってことがわかります。で、これ普通の行列の掛け算とか足し算をやってるだけなのですが、これはいろいろとややこしい話があるんですけども、ちゃんと確認すると、結合性とか可換性とか分配性を見出すことがわかります。それはちょっとここではちゃんとやらないですけども、注目したいのは逆弦です。逆弦何が？逆弦何かっていうと、例えば、この、こっちの方を見ると何がわかるかっていうと、i の逆弦、加法に関する、乗法に関する逆弦は i そのもので、a への加法に関する逆弦が a の2乗。書かれているもので、a の2乗の逆弦が a であるということがなんかわかるわけですね。で、一応その、足し算の方をやっておくと、o の逆弦が o で、i の逆弦が i で、a の逆弦が a で、a2 乗の逆弦が a と、a の2乗という形で、まあ、加法の逆弦も乗法の逆弦も必ずあるということがわかります。で、さっき言ったその、加換性とか、結合性とか、分配性とか、ですね。それも、まあ、確認できると。まあ、実は結合性は、まあ、この表が、この対角線に対して対象になってたっていうことなんですけども、これ、まあ、対象になってたので、可換性あると思います。あと、まあ、結合性とかですね、分配性は実はその、行列の一般論からわかることにもなっています。ということで、まあ、こういう形で異数用の有限体作れるんですけども、これ自身は、さっき言ったのことをもう一度、強調して言うと、この z 割る 4z ではないわけです。ですね。だから、この z 割る 4z とか z 割る nz っていうのが対になるのは、この n が素数の時だけなので、それは注意をしてください。だけども、素数じゃなくても、素数のべきだったら、なんかこういうちょっと変な構成法で、その異数の有限体を作れる場合があります。あ、作れます、必ず素数のべきだったら作れますので、まあ、それちょっと誤解をしないでください。はい。で、一応今後のこと、次回使うので言っとくと、異数Q の有限体が存在するときに、実はそれが本質的に一つに決まるってことが、これも知られてます。ちょっと何も証明せずに使ってるのは良くないんですけども、これは、決まることは知られてます。で、そういうことも含めて、踏まえて、異数Q の有限体のことを FQ とか GFQ と書いたりすることが文献では多いです。だからこれは、そういうものを書いたら、まあ、異数Q の有限体なんだけども、それは本質的に一つなんだから、その本質的に一つの有限体をそういうふうに書いているんだというふうに思うと。で、その存在するってのはいつなのかっていうと、この Q っていうのが素数のべきである場合だけですと。で、実際にちょっとこの、下についているのが、小さい場合にこれ書いてるんですけども、2、3、5、7、11、13。これは全部素数です。だから、その素数の異数を持つ、有限体存在すると。で、4とか、8、9ですね。これは素数のべきです。4っていうのは2の2乗、8は2の3乗、9は3の2乗ですが、これ素数のべきなので、そのような異数を持つ有限体存在するんだけども、それは先ほど言った z 割る nz ではない。注意してください。で、
6とか10とか12とか14のところはこれないと思います。なんでかっていうと、6が 2×3、10が 2×5、12は 2×2×3、14は 2×7 っていう形で素数の引きではないからです。いいですかね。ということになります。なので、ご注意ください。はい。じゃあ、今日のまとめ、今日ちょっと伸びてしまってすいませんでした。今日整数の乗用とか、そのモッドの話をしてきました。で、特に、n が素数であることと、この z は nz から対ができるということが必要十分だということになります。で、今回その対っていうのを扱って、次回もこの視点を見ていくんですけども、こういうその抽象化が行えるっていうのが数学の威力。なので、ぜひそういうものをですね、味わって、まあ、次回に続くという形になってきます。次回は、この今日作った有限体の上で直線とか点を考えていくという話をしていこうと思います。では、今日の授業、伸びてすいませんでした。終わりにします。ありがとうございます。